からこうプロになるまでの、まあ、どんな感じでいろいろ例えばプロのスカウトの方が来たりとか、どういう大学からプロに来たとか、ご紹介するようになったんですか。あ、そうですね。まあでも、その時は、まあ、流通系大学、結構いっぱいいろんな選手を知ってるんで、その、まあ、つながりがあるので、練習に行かしてもらったりとか、あと練習試合よくするんですよ。はい。なので、そこで見てもらったりとか、で、まあ、そういうつながりとかで、話いただいたりして、みたいな感じでした。あとはまあ、キャンプとかで行かしてもらったりしました。大学時代、はい、なんかこう対戦してみてとか、その選手がキャンプとか参加してみて、はい、なんか特に印象に残ってるこの選手とか、このシーンすごかったなってなったりするんですか。ああ、でも、本当に広島に行かさせていただいて、本当に森保監督だったんですけど、トレーニングもしてるっていうのがすごかったです。どういうところに感じたんですか。もちろん難しい質問かもしれないですけど。一個一個のプレーに対しての、監督が注文する、まあ、温度差というか、こう一個のちょっとしたプレーのミスだけど、おい、こうみたいな感じで、プレー一つ一つへのこだわりが強かったっていうのは、まあ、あとはやっぱ、その時、すごい、広島、今も強い。はい。強い。え、洋次君とすごい。あ、そう。はい、はい。なんで、すごいな。その時もなかった。え、なかった。スリーバックやってるって。そう。久里さんとかもゴールないじゃないですか。いや、いました。ありました。レッパーぐらい。そうですね。それで、その時やったらすごい多いです。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん、今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。